切る？写真が。結構あそこで。あ、もう戻れない。そろそろ大丈夫ですか？そんなとこで。もう出しちゃって。戻る。戻ってあ、マイクでも巻いといていいです。取ってくださいよ。通れるうちに。店員ポジション。妖精と長浜綾香やります。どうも、じゃあ1曲目になります。始まりの記憶私が一昨日ぐらいに背中と首を言わしてギターが全く弾けなくて今もちょっと痛いって思いながら失礼しました。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 今日すごいレアやと思う。叩いたいし新曲ばっかりだし、もう40分やり場がないっていう、こう全然そう、はい、完成度低いですお願いします。じゃあ星の葉作ります。夢を数え帰り待つ
あの知らない橋の上でっていうあの歌詞があるんですけど、これ知り合いの人がなんか酒飲みすぎて記憶飛んで気がついたら知らない橋の上に行ってたらしくてそっからちょっとヒントを得てありました。あ、それか。ポジションが肩のポジションがちょっとポジショニングぐらい。15万ぐらい。
15万そうI'm not afraid to die.
え？いやもう届かへん。届かんの？マジ入れ替える？マジ。席替えです。あ、どうしよう。来た。次誰にも配ろう。じゃあこれチェーン。チェーン。チェーン。トラップ。私がポジションまた悪くなる。腰が痛い。どうやったっけ。チューニング変えるんで。どんなんやったっけ。告知がありまして。私、いかんせん花おこしっていうバンドをやってて、普段エレキを弾いてやってるんですけど、それの、いかんせん花おこしの歌もちょっとやりつつ、六行っていう、バッドギターとエレキの、それもいかんせん花おこしのリードギターに弾いてもらって、二人でやって六行っていう、ユニットがあって、そのやつが3月8日にナンバーベアーズでやります。今日一緒にやってる鈴木陽生さんソロで出ます。こんなちゃらけた感じじゃなくてちゃんとなんかフォークやってますピンスやってます。いやもうなんかこの雰囲気がちゃらけてるから今日ほんで今日お客さんで聞いてはるんですけど、スモークさんっていう人がベアーズに初めて出るんですけど、ちょっと私ブッキングもやってまして、それもあって、あと浜谷俊介さんっていうあの人もいい 歌い手さんでギタリストでもあって、そのライブが3月8日にありますんで、よかったら来てください。あとなんかあるかな。え、 あと CD とかソロの CD、 陽生さんの CD、 私の CD、 バンドの CD とかいろいろあるんで、あそこめっちゃ積んであるんで、後でまた見て買ってください。あと僕、千里レコードっていうカセットのレーベルをやってるの、カセット音源で欲しい人がいたら声かけてください。これは僕してます。あ、それ、3月18日に阿部のルルってとこで自主企画。19日か。だから配らさせてもらってるやつに入ってると思うんで。どうやったっけ。3月19日昼から阿部のルルってところで。どうやったっけ。もう2月よ。あ、次の曲は、まあ、あんまほとんど決まってなくて即興みたいな感じです。やらせて、うまいこといくかもしれない。
終わりちゃうよ。まだまだ中盤ぐらいじゃん。全然大丈夫。それではあともう少しなのでお付き合いください。大丈夫ですか？
Thank you.
中になっては
しいのさ、あなたの目もダイヤモンドの原石よ。その日はすぐに終わりを告げるだろう。何も言わず宝もなく、それでやっていてくれた。あなたの目にはキラリとダイヤモンドがあると。どこへ行くかわからずに思うありがとうございました。